直言って、僕も現役サッカー選手なんでライバルは増やしたくなかったです。プロサッカー選手見ないでライバル増えちゃうから。まあ、シュートの極意を教えたいと思います。ということで浜ちゃん、はい、よろしくお願いします。もうね、目から鱗だし本当にシュートめちゃめちゃうまくなる。ああ、そうですね。これ一人で練習できるから、はい、ぜひやってほしい。ネイマールとか、はい、クリスチャン・ロナウドとかペナルティーエリア外の川底らへんぐらいの距離以降になるとみんなやってるから。みんなやってる。これで無意識でやってるみんな。とそう、軸足の抜き方、これでシュートめちゃめちゃ飛躍的にうまくなります。これだとついたこの足にパワーが吸い取られて3割7割ぐらいのイメージになっちゃう。でそれでパワーが伝わりきれずシュートのスピードがすごい遅い。瞬間に真横に足を出す。抜くことによって一点集中になるよね。今日はもう打った瞬間浮いてる体が、ここで 100% 力を伝えられる。でクリスチャン・ロナウドの場合は縦抜き。理解して練習するのとしないの全然違うんで、これを理解しながら練習するとシュートめちゃめちゃうまくなります。今回はシュートの極意、足の抜き方でシュートが強くなったりシュートがうまくなったり、します。明日から、そして今から練習できることだと思うのでぜひみんなも、トライしてみてください。今回はご視聴ありがとうございました。次回もまた、自分の必殺技だったり極意を伝えていきたいと思うので、チャンネル登録そして高評価のほどよろしくお願いします。また次回も会いましょう。